改めまして中村雄一です。さて今回来てくれたゲストの方ご紹介しましょう。この方です。はい、皆さん、ラジオさん、マフィアガチャでーす。何今の。この番組の挨拶です。誰が決めたの。誰が決めたの。俺が今決めました。あ、そう、なんで来たの。入らせてやろうかなって。呼ばれたから来たんですよ。中村さんが助けてってメール送ってきたじゃないですか。お前は。確かに。マジな、俺、プロデューサーには美少女のゲストって言ったの。確かにね、最初メール来た後、あ、やっぱ結城さんに決まったからいいわって言われて、ちょっとショックでしたよ。基本は女子で行きたい。なぜ呼ばれたし。まあ多分、プロデューサーがね、一緒なんで、あ、そうそうそう。ここしかないって思ったんだろうね。ラジガメとプロデューサーが一緒なんですよ。あ、そうだよね。そうそうそう。このつながりもあった、ね。いや、まあでも本当にね、来てくれて助かるは助かってます。本当ですよね。はい。手助けお願いします。このラジオ相棒いねえんだって思いました。はい。一人ぼっちラジオですから。はい。ということでトークしていきましょう。梶田さんと中村さんは普段から話したりする。普段会話なかったら笑うよね。なんですかこの質問。なんかこのビジネスだけの関係みたいなやめてください。ちゃんと普段ビジネスパートナーなの、ね、遊んでます。遊んでます。まあ遊んでますね。結構遊んでますよ。そもそも二人の出会いは。これはだって杉田さんですよね。これはそうですね。うん、杉田なんとか友和さんだったかなっていう人が。そこうろ覚えおかしい。その人がですね、ゲームを一緒にやるっていう時に、なんかカラオケ屋さんでやると言って、一、はいはい、人ね、ちょっと今日友達が来るんだっつって、二人連れてきたのかな、はい、あ、そうでしたっけ。緑川さんと来た。あ、そうでした。緑川さんもいました。そうだよね。はいはい、俺そんなに緑川さんと面識ないのに、急にね、緑川さんとでかいやつが来て。俺全くなかったっすからね。そうでしょ、杉田さんそういうムーブするじゃない、たまに。何も言わないですよ。何も言わないで、誰みたいなのを急に。よくあるんですけど、その時もね、そのパターンで。知らない会合に来て連れてかれるんですよね。そう、梶田くんが急に来て、なんか怖い人がいるけど、声優さんなのかな、わからない人だな。あと、この人、ゲーム好きで有名な大先輩の緑川光さんじゃないか、みたいな。そんな感じで、ちょっとね、4人でゲームをして。はいはいはい、そうですね、そこからですね。確かそうでしたね。まあ、最初の頃はお互い探り探りでしたからね。もう人見知りですからね。お互い一人見知りですから、ちょっと怖かったです。はい。